エス・パカリナが交際を認めました。今年1月、ミラノで開催されたファッションショーで出会った男性俳優と一目惚れ、その後交際に発展したといいます。海外でロマンチックな恋をスタートさせたカリナ、しかし一部では今回の熱愛事実に対し怒りや失望など厳しい反応が続いています。実際にカリナが出演するイベントへの参加をファンがボイコットし、ネット上を騒然とさせました。カリナの交際宣言に対し、エスパのファンたちは一体どういった指摘をしているのでしょうか。韓国の芸能界でビッグニュースが伝わりました。エスパカリナと俳優イジェウクとの熱愛スクープです。2人は今年1月、イタリアミラノで開催されたプラダのファッションショーで出会い一目惚れ。関係者の話によれば、ファッションショーで初めて出会った瞬間に恋に落ちたといいます。カリナは過去、理想のタイプを言及したことがありましたが、その特徴にイジェウクが当てはまっていることも話題となりました。また今回の熱愛報道で衝撃的だったのは事務所の対応です。報道があったその日、二人の事務所はすでに交際していることを認め、お互いを知っていっているところ、とコメントを残しました。カリナは第4世代ガールズグループの中でも1、2を争う人気アイドル。デビューからまだ4年目のメンバーですが、事務所側がここまでスピード確定させたことに、ファンは驚きの反応を示しています。そんな今回のカリナの交際報道について、ネット上では様々な意見が続いています。まず多かったのがショックを受けるファンたちの声です。カリナロスによる精神的な落ち込みを嘆く投稿も多く、報道で自身がカリナのことを好きだったと気づいた人も少なくないと言います。一方で厳しい指摘も見られます。2020年に期待の大物ルーキーとしてデビューしたエスパ。しかし事務所騒動なども重なり、最近は彼女たちより後にデビューしたアイブやルセラフィム、ニュージーンズに成績でも押される形でした。特に昨年の初めは、ファンも心理的に苦しい時期だったことでしょう。それでもクアーヤを捨て新コンセプトで挑んだ新曲、スパイシーやドラマでやっと反動の気配が見え、今年はもう一度第4世代のトップに返り咲ける希望が持てそうでした。さらにワールドツアーや正規発売も控えていたタイミング、今年こそと期待していたファンにとってグループのリーダーの交際報道は、憤りを感じたニュースだったことでしょう。熱愛によるダメージは簡単に解決できるものではなく、事実上トップに戻ることは絶望的です。また、過去カリナが発言した内容との矛盾も今回指摘されています。以前カリナは、自身が学生時代に少女時代のファンで、アイドルの熱愛説で心を痛めた一人であったと告白。だからアイドル界のことやファンの気持ちをよく知っている。応援してくれるファンを心配させることはしないと発言していました。一方で、彼女の行動はその言葉とは真逆のものです。しかも出会ってから約1ヶ月足らずの関係ですが、隠そうとしなかった彼女の姿勢には、裏切り者という強いフレーズさえ聞かれています。さらに熱愛報道によって、最近のカリナのファンへの対応も再注目されました。これまでカリナはコミュニケーションアプリで頻繁にメッセージをくれるヘジャメンバーとして有名でした。購読してくれるファンに、自撮りや長文メッセージでたくさんの愛を伝えてくれていたのです。しかしある瞬間からその対応が変化。最近も1週間メッセージが届かない時期があり、大量に自撮りを送信後、一定期間現れなくなるなど、義務感でやっているように見えたファンも少なくなかったといいます。しかもそういった態度が始まった時期が、ミラノに行ったタイミングと微妙に被っているという指摘があります。ファンを管理することもアイドルの仕事、ファンを喜ばせることでお金を稼いでいる以上、最近のカリナの行動には、プロ意識の面で疑問の声が上がりました。こういったプロ意識の低さはスクープ時の服装からも見ることができます。実はディスパッチが記事で公開したパパラッチ写真は、ファンサイン会の直後、イジェウクに会いに行く時のものでした。その日ファンに向け、同じパーカーで自撮りした画像を送った記録が残っており、その後本人は男性の家に向かったのです。しかも外出の際は、帽子やマスク、マフラーもなく、そのまま堂々と歩く姿には、ファンも驚くしかありませんでした。第4世代アイドルの中でも認知度が一番高く、人気も高いカリナ。スキャンダルが起こればグループへのダメージが一番大きいメンバーです。しかしそういった危機管理や配慮が欠けている点で、彼女の姿勢への厳しい声が続いています。その上でカリナ本人が今年の最初、コミュニケーションアプリでファンに向け送った、今年1年は期待してほしい、という言葉も、結局は大きな失望につながってしまいました。そしてこの熱愛による影響が、
実際に現実世界で出てきています。3月1日カリナはソウルチャムシルで開催されたクラッシュのイベントに登場。熱愛発覚後、初めて公の場に姿を見せました。しかしこの日、彼女を専門に撮影してきたマスターたちは参加を一斉にボイコット。普段ならカリナのイベントがあれば SNS ではフィードを占領するほど映像や高画質画像が上がってきます。一方でこの日は全く投稿が行われず、マスターの参加は0人だったといいます。非公開スケジュールまで抑えているマスターたちが一人も来なかったという相当な事件でした。実際エスパがここまでの地位を築けている背景にはファンダムの力が大きいです。エスパは他のグループと比べると歌やダンスの実力による評価よりメンバーのビジュアルやキャラクター性で人気を集めてきた面があります。 SNS やコンテンツを通じた親密なコミュニケーションでファンとの関係性を高め、最高のアイドルへの成長のための投資をしてもらうことが彼女たちのセールスポイントでした。将来的な成功への信頼があったからこそ、昨年人気が落ちている時期もファンは一緒に踏ん張って耐えてくれたと言えます。またカリナはグループでも屈指の人気メンバーで、実質ウィンターと2人でエスパの人気を支えていると言っても過言ではありません。さらに4世代のアイドルでもアイブのウォニョンとトップを争うほどの影響力の持ち主。男女問わず彼女との疑似恋愛を楽しんでいるファンは多く、特に女性からの人気が非常に高いことは海外の現地に行くたびに見られていました。これまで恋人設定で受け入れられてきたキャラでもあっただけに、付き合っている異性の存在は推す立場として非常に障害となってくるでしょう。今回のカリナの熱愛報道によりエスパのファンダムの雰囲気は最悪です。ワールドツアーや正規発売を目前に控えた状況で、彼女たちはこの危機をどうやって乗り越えるのでしょうか。エスパの今後の活動が注目されています。